キューベペペラーです。信長の野望大使パワーアップキット、さあ始まりました。徳川綱吉プレイで始めます。ではね、あと調査壁がもう少しでね潰れるというところでね、今回の主敵は島津を倒していこうかなと思っています。では始めます。疲れるのでこの話し方はやめたいなと思います。ではね、どんどん行きますかね。秀吉で、この小倉を落としましたのでね、どんどんね攻めていきたいなと思いますね。ではこの舞台でね、この柳川城に行きましょうかね。結構ね敵が巡検所などを置いてね、結構大兵力をね使うので、それを相手にするのにはねちょっとね大きなところで戦ってね敵の兵力を減らしてからね、小勢力でお城をねどんどん潰していきたいなと思いますね。ではね、この高取山城でね、敵を撃退したいなと思いますね。ここは、普通にこれは倒しにかかって良さそうですね。でもね、一応、この、兵力がね、均衡しているので、罠でね、敵の兵力を減らしていきましょうかね。この、梅火でね敵を、焼いてねちょっと兵力のね差を埋めようかなと。あとはねのろし台を置いてで、このドラ台を置いてね攻撃力をね、引き上げてね、であとは、この鳥居でね動きを良くしていこうかなと思いますね。で基本的に、戦法は多分いらないと思いますね。ではこの調子でいきたいなと思います。後に続け、敵はこちらにね、のろし櫓を置いてますね。これを潰せないかな。ご命令をお覚悟願おう。下地よ、始めるぞ。私に命を。ご命令を。命令してくれ。敵の居所を知れました。一応ね敵にこちらにね注意をね引きつけてね、こいつらがね通り過ぎるのをちょっと待ちましょうかね。これでバレないでしょうね。ちょっと引きましょう。こちらにね注意をそらしてね、こちらでね、この敵のねのろしをしまった、かかってしまった。作戦失敗ですね。これちょっと戻しましょう。よしよし、敵がね罠にかかりましたので、攻撃をね仕掛けていきたいなと思いますね。ご命令を。ご命令くださいませ。敵の居所。まずいですね。油断しましたね。まずいですね、あの舞台は。ゲチよ。覚悟は良いか。おそらく潰されてしまいますでしょうね。始めましょう。ゲチよ。ご命令。さあ行こうぜ。このままだ。やりたい。前へ。兵力差で分かってますね。うん。ではね、この直江のね陣で敵を引きつけてみましょうかね。うん、深追いはちょっと危険ですね。ちょっと戻しましょう。この舞台でね、久喜の舞台で、この龍造寺の舞台をね、ちょっと攻撃してみましょうかね。始めるぞ。やりたい。前。足軽隊前。この舞台が動けなくなってますからね。ちょっとね退いて。やりたい。で敵をね引きつけて、逃げては攻めて逃げては攻めてのね戦いを仕掛けてみましょうかね。始めるぞ。ご命令覚悟せよ。負けてやる気はさらさらねえぞ。やりたい。お願いします。ん、ちょっとまずいですねこれは。ご命令を。始めるぞ。命令してくれ。この一撃全てをかける。敵の居所、直江城に引っかかりましたね。始めるぞ。ゲチ、覚悟せよ。ゲチ、覚悟せよ。ゲチ。こちらのね舞台が、ゲチ、うん、始めるぞ。ご命令ください。この飯坂猫さんにね、うん、切り込め。ご命令くださいませ。ゲチ。攻撃したらこいつはねこののろし台に向かっていきましょうかね。やりたい。前。いかんな。かかれ。ご命令を。覚悟は良いか。ご命令を。進みなさい。ご命令を。これはいけるんじゃないかな。覚悟せよ。うん、叩き潰せ。やりたい。お願いします。今のうちだったらいけそうですね。ちょっとこの舞台が前に出過ぎだな。かかれ。よし。始めるぞ。あの舞台を潰しましたのでね。次はこいつですね。ご命令。うん。ゲチよ。覚悟は良いか。よしよし。ゲチ。始めます。ご命令。ゲチよ。ちょっと久喜の舞台がやばいですがね。命令してくれ。始めるぜ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。負け戦かよ。よし、この状態でね、龍造寺に攻めかかると。踏み潰してやるぜ。ご命令を。こいつまで行っちゃダメ。これほどとは。今は引くぞ。叩き潰せ。ちょっとやばい部隊いますかね。こいつですね。こいつの部隊がちょっとやばいですね。逃げますかね。覚悟しろ。ゲチよ。さあ行こうぜ。皆さんどうかお気をつけて。足軽隊前へ。あ、まずいかな。あ、潰されてしまいましたね。負けするとはな。うん。やりたい。前へ。ちょっと被害が出てしまいましたね。うん。この部隊はもう無理ですね。継戦能力がないですね。一旦下がらせましょうかね。うん。よし。取りましたね。うん。ではね、この部隊は一旦ね、騎乗させましょうかね。うん。よし、これでね、騎乗させて、次はね、この磯野の部隊でね、どんどん攻めていくという形でね。うん。腹の底から勝ち時を上げろ。よしよし。よし。これでね、長宗我部をね、潰しましたね。やばい武将がいっぱいいるな、ほら。ああ、長宗我部、これ切りたくないな。ではね、責任を取ってもらいましょうかね。敵対した大名は切るということでね、縛りでやっていますのでね、彼には責任を取ってもらいましょうね。うん、ではね、この舞台で、次はどちらですかね。この橘か。どこ攻めましょうかね。これはついてこい。こちらですかね。うん。この秋月城をね、攻め落としましょうかね。ではね、こちらそろそろ援軍が来てるからダメか。援軍が引けばね、おそらく会場に応じるとは思うんですよね。逃げましたね。伊達政宗がね、だいぶ迫ってるので、敵はね、撤退しましたね。よしよし。これでね、秀吉と鍋島の戦いですかね。これはね、すぐね、倒せますね。できるだけ今回は、このドラ台をちょっと活用してみましょうかね。ドラ台を活用してね、これは見張り小屋を置きましょう。沼罠をね、配置して、これにかかってくれればいいんですがね。あとはね、鳥を配置してね、動きを良くしましょうかね。で、あとは小太郎ですね。あとは、挑発をね、これは回避を持ってるやつがいないですね。しょうがない、このナマズでね、対処しましょうかね。ではね、このような形で、やってみましょうかね。行くぞ。ご命令を始めるぞ。覚悟しろ。覚悟してもらおう。まずは、このね、左側の敵を相手していきましょうね。早めにね、潰せればいいんですがね。やりたい。前へ。よし。おとり挑発をやりましたね。かかれ。やりたい。前へ。横槍を入れよ。攻め立てよ。ご命令を始めるぞ。よしよし。覚悟しろ。敵が来ましたね。敵の居所掴みましたぞ。ゲチよ、今は引くぞ。よし、まずはねこの部隊を潰してしまえば、あとはこちらの部隊で本陣に回してみましょうかね。かかれ。やりたい前へ。やりたい前へ。始めるぞ。やりたいおい。息のね止めてくれよ。やりたい前へ。大返しをっていう技を使ってね、始めるぞ。ご命令を。こちらのね動きを早くして始めるぞ。敵をねやりたい取り囲んでやろうかなと。ゲチ、愚か者には死あるのみ。やりたい前へ。よしよし。覚悟してもらおう。よしよし。あっという間ですね。うん。この知恵でのし上がってみせるわ。これでね。まずはこちらでね大きな戦いをやったのでね、で次はね、この柳川でね、大軍を破ればね、あとは楽にどんどん落とせるでしょうね。でこちらは交渉をね、今伝えてますね。そろそろね第二陣としてこちら側からね、兵を出したいところですね。この高城の方にちょっとね兵を送りたいのですがね、九州またはこの中国地方の兵を出してみましょうかね。後藤又兵衛などをねちょっと出して。高城の方をね攻めてみましょうかね。出陣する。行くぞ。出陣する。この播磨のね兵を出してこの高城にね、圧力をかけるというね形で。であとはこの九州のところの兵でねこの龍造寺をどんどん潰していこうかなと、そういった3段でやればね。この志果たさずに死ねるかよ。これは徳川のところですね。ではね全面開放ね。この城もらい受ける。松平元康がね、松平家康の時ですね。これは名前が、これでね、次は鍋城か、皆の者続け。この桟敷城ですかね、桟敷城を落とすという形でね、いやこれは高城ですね。あ、高城じゃない。この鍋城ですね。この舞台で鍋城を落として、こちらで熊本を落とすという形にしましょうかね。これでね、交渉に応じるでしょうね。戦場で死にたかった。ご命令を。そろそろね、寸出のところでね、表情になりましたね。ではね、今回はここまでにして、次はね、本格的に、島津を倒していくということでね、やっていきたいなと思いますね。で、もう一軍団こちらでね、舞台を作って、橘城あたりを攻めるか、この制服事情を落とすかっていうところでしょうね。ではね、今回はここまでにして、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。